い、皆さんこんにちは。対馬の YouTuber 創造です。今日は報告です。自分が所属している対馬神谷方漁協のメジマグロ漁が、枠内化したということで、もう今年いっぱいこの漁をすることができません。12月に食べたかったけどしょうがない。でも釣らしてほしいというのが本音です。皆さんよろしくお願いします。